オも非公式バナナです。今回なんですけども、さあ、先行体験、カッコ仮、やっていこうかなと思います。まあ、先日ね、アルカキットと、まあ、アルカディアスがね、新カード情報で発表されていたわけなんですけれども、まあ、めちゃくちゃね、強化受けてまして、まあ、ゲーム外からアルカディアスをね、進化させたりとか、まあ、ゲーム外からホーリースパークを持ってくるみたいな、結構ね、破格スペックのカードになってまして、アルカディアスもトリプルブレイカーになったりとね、してたんですけども、アルカキットで、まあ、最速ね、5ターンでアルカディアスが出るけど、おやおやと、今の環境でも最速4ターンでガチロボからアルカディアスをめくれば最速4ターンアルカディアスできるんじゃねということで、今回やっていきたいと思います。俺にも新カード情報くれ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけれども、ディールクラウディウス、さあ、ランドショルド、メルセウス、ベンツでね、始まったガチャンコガチロボなんですけど、やっていきましょう。はい、みんなね、コメント欄で好き勝手言ってくれてるじゃないか。まあ、公認にね、呼ばれない男。まあ、非公認の男。非公式の男。まあ、好き勝手言ってくれてますよ。まあ、呼ばれないなら、お声がかからないのなら、こっちがもう、疑似先行アルカディアス使ってやるわ。うん。多分ね、なんだっけ、アルカキットだっけ？最速5ターンでアルカディアスが出る。いいんじゃん！ガチャンコガチロボを使えば、最速4ターンでね、アルカディアスが出るということで、やっていきましょう。あ、来たよ、これ。これアルカディアスチャンスだよ。まあ、まだね、現時点ではアルカディアスダブルブレイカーですけど、まあ、次のね、反響からは、トリプルブレイカーになるということで、行きましょう！ガチャンコガチロボ！行くで、ガチオと。ドキドキの時間が止まらない！うるせえうるせえアルカディアス！これなんだよ！来たね。はい、最速4ターンですよ。アルカキット涙目。これなんですよ。このために、診断前なのに、アルカディアス4枚作ってんだ、こっちは！さあ、2点パンチ。さあ、これ光以外の呪文止められませんよ。しかしこれトリプルブレイカーになったらめちゃくちゃ強そうだな。しかもプラスアルファゲーム外からアルカディアスとか出して、ホーリースパークも打てるんでしょ、ゲーム外から。手札に加えるんだっけ、やべえな。冷静にやばくない、アルカキット。だが、疑似先行体験です。はい。先行体験させてくださいよ。ハイチャンネルにも対戦あるっしょ。対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、ランドショルド、ディール、ウルス、ウル、そしてなんだっけ、切り札、ガチャンコガチロボでね、始まって鬼丸ヘッドなんですけど、やっていきましょう。さあ、ガチャンコガチモニー、はい、強いよ。これはまたまたね、最速4ターンアルカディアスが爆誕する可能性。さあ、ミステリーキューブからのメンデスゾーン。いや、これね、最速4ターンアルカディアスでもメンデルとかに間に合わないというね、まあ、ジレンマですけれども。さあ、一旦ここでウル置いて、さあ、次、ま、ウルスとか置いて、ガチャンコガチマリンから、最速4ターンガチャンコガチロボ、アルカディアス。しかもさ、アルカキットの場合は、アルファディオスとかもね、なんか、精霊王という名前が付くものを踏み倒せるんで、アルファリオン、アルファディオスもですね、アルカキットを踏み倒せるのはね、ちょっとやってるよね。かなり、強そうではあるんだけど、さあ、5マナ。何かあるか。あ、6マナのターンか？早いね。ジャックポットとかあんのかな？いや、だけどこっちも一応ガチャンコガチロボは出せるから、ガチマリン。これね、一番ミツルギブーストとかやめてほしいからね。ミツルギだけは本当にやめよう。一番あかんよ、ミツルギは。ただ考えてるね。さあ、6マナ、キューブかな？いやだよな、キューブだよな。さあ、ダイハード流星は、まあ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 って感じだな。とりあえず、あの、ガチャンコガチロボに触れられなかったら何でもいいんで、さあ行きましょう。神より定められしシークエンスで、ガチャンコガチロボ！ドキドキの時間が止まらないが、一旦全部出そう、もう。ウル、ランドショルトで、で、しかもこれ、メルセウスベンツで2ブーストできるでしょ？で、
ガチャンコガチと、いや、これマジで強えぞ。意外と理にかなってる。エンドしよう。で、ブロッカーもいるから、ワンショットはされづらいと思う。はい、来るか。バンは負けだね。バンは負けだけど。さあ、キューブで、モルトネクスト強くないそれ。あ、でもこれ、学ぶ層条件満たしてませんと。はい、ただのアルガレス。これね、いや、これね、ガチャンコガチマリンから入ると、あれなんだけど、これダメなんで、盤面が埋まるんで、アルカディアスから入って、一旦アルカディアスは出しますと。あ、だったら、ま、で、これで、殴る、ディールだ。ディール！で、ごいごい、ほら、これね、ほら、さっきね、ガチマリンから入ると、こうなった時にダメなのよ。で、ここで、ディールなんですよね。ここでディール。これダメか？グラディウスから入るダメか？こうか。アルカディ。あ、だったらガチマリンから入ってもよかったのか。まあ、でもまあいいよ。結果オーライだから。で、ディールで、8。で、これ相手も呪文捉えられないんで、リーサルですよ。待って、アルカディアス強い？今の環境、え、待って、6軸アルカディアスめちゃくちゃ強いんじゃない？やっぱ、てか、アルカディアスかっけえな、イラストが。秀逸やな、やっぱ、イラストが、本当に。アルカディアスの、いや、オッケー、大佐、よっしゃー！待って、アルカディアスガチで強いかもしんない。さあ、対戦の方、よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、ウル、ランドショルド、ランドショルド、アルカディアス、ディールでね、始まった、オープニングハンド、やってみましょう。さあ、相手のデッキタイプ見ていこうかなと思うんですけれども、こっちはね、まあ、お世辞にも、ハンドはいいと言えませんね。まあ、ガチマリンか、ガチャンコガチジョボの、まあ、どっちかは見えてなきゃ、まあ、かなり厳しいかなとは思うんですけれども、さあ、相手のデッキ次第でもありますけど、相手のね、デッキが、まあ、動くのが、まあ、コントロールデッキ、メンデルス、メンデルだと、メンデル置く余裕を見してるのは結構まずいかもしれないですね。正直言うて。そうなんだよ。もうメンデル置くってことはもう一枚のメンデルがあるということですからね。正直言うて。さあ、鬼丸ヘッド。ないの？なるほど。まあ、自然マナを確保しておきたかったということであれば、呼び声がワンチャンスあるかもしれませんねと。まあ、これオールディビジョンなんでね。なんでガチャンコガチオボトップをしたので、さあ、失笑力。ないのか、ブーストがない。これめちゃくちゃありがとうだけどな。あれ、メンデル置いたよね。おし、これ結構あるな。相手が結構そんなに、まあ、悠長に動く。ビルヘルム。タンマナ、エンド。だがこっちも4ターン、エンド。このままだと初動6ターン。あ、だがしかしですよ。負けませんよ。これね、結局持って、ガチャンコガチロボから、まあ、アルカディアスを踏み倒すことができればですね。まあ、メンデルスゾーンだったりとか、まあ、ここでメンデル外すんかいと。いや、外すの、満を持してのメンデル外すんかいと。アクアサーファーなんで、だがしかしこっちももう初動6ターンがね、確定しておりますけれども、どうでしょうかね、そこら辺は。さあ、5マナ使ってエブリワン。6マナ使ってもエブリワンです。さあ、どうするか。さあ、5マナ、僕たちさ、万兵答弁。さあ、6マナでさ、踊るニードル。踊るニードル。さあ、ガチャンコジョボに、ちょっと遅えな。ガチャンコジョボちょっと遅えけど、もうディール置いて、もうガチャンコジョボで行くしかない。さあ、ガチャンコガチョボ。さあ、行くでガチオと。そこアルカです。でも、アルカディアスでもちょっと踊るニードルか。邪魔だけどさ、ガチマリン、ウルス、そしてクラウディオス。これで一応まあ、踊るニードルはここら辺の、まあ、エンジェルコマンドたちで、勝って、じゃウルスってやっぱさ、一段のカードたちってさ、マジでイラストかっこよくない？ちょっと俺、初期のカード今集めてるってね、結構前々から言ってるんだけど、ちょっとウルスとか欲しくなってきたんだよな。だけどね、ウルスね、めっちゃ高えのよ。本当になぜかわからんけど、いや、なぜかわからん、まあ、かっこいいからなんだけど、普通ね、備品がもう、かなりの値段するんで、さあ、ガチャンコガチロボ。踊るニードルが結構だるいことになってますけども、一応ディールで全バウンスは可能だが、一旦ガチマリンで、ここで、もうガチロボいきます。これガチロボいきます。いや、ここやっぱガチオボでしょ。ねえ。ドキドキの時間が
止まらないです。さあこれはもう行くしかないか。いやこれガチラボだと、いやもうね、脳がガチャに汚染されすぎて冷静な判断ができてないけど、これだと出ないもんね。であればやっぱ時間がないからこうでし、これでいいな。でいや絶対、いやこれ多分アルカディアスだけでディールで踊るニードル全バウンスでもいいんだけど、やっぱねガチャしなきゃいけないから、ガチラボからめくることに意味があると思ってるんでね。ドキドキの時間なんですよ。でこれ何も出ないんで、何をして、でこれでガチマリン、あでもこれアルカディアス乗っかるんで、アルカディアスは乗っかりますと。いやでもこの時点でだいぶ買った臭いからね。見て、わあ見て、ほらガチロボとガチマリンとアルカディアスしかバトルゾーンにいない、このね美しい光景。いやディールじゃないんですよ皆さん。このね美しい盤面を作り上げるために僕生きてますからね。であともう自力で盤面開けて、まあ、こういうことですよ。あー7マナかってことは、まあブーストはあれだけど、いやこんな美しい盤面あります皆さん。で次リーサルですよ。で盤面も開けられるというね、これ IQ200 億プレイングです。はい、スタートしたさあ対戦の方よろしくお願いしますと、サオプリングハンドなんですけども、ガチャンコガチマリン、ディール、ウルス、ガチャンコガチロボ、アクアサーファーでね始まったオープニングハンドやっていきましょう。アクアサーファー置きまして、これねめちゃくちゃハンドいいです。ガチャンコガチマリンからのガチャンコガチロボでアルカディアスで勝っていこうかなって思うんですけども、さあガチャンコガチロボ2枚目天文なんで、アルカディアスで防げないね。防げません。これはもう火力でゴリ押すしかないとおばあちゃんは言ってました。さあ行きましょう、ガチャンコガチマリン。いやそうなんだよ、ドラゴンズサインとか天文とかは、まあ、光の呪文ですので、アルカディアスねちょっとね同文明に優しいので唱えさせてしまうんですよね。さあエンジェルフェザー、エンジェルフェザーの能力で3枚表向きにしまして、コマンドとですね、まあ、呪文を1枚ずつ回収します。さあアルファリオンも入っているというね、しっかりとした。さあアルカディアス、アルカディアスはちょっとねガチャンコガチョボからめくりたかったかなと思いますが、でね、これね、ディールはちょっと取っておいた方がいいかもしんないね。7コスト帯の結構強い天文のね、ブロッカーが多いので、さあ、これはアクアサーファー、ディール、クラウディウス。クラウディウスだけでいいかな？あ、雨かける星だって。お前、バルガ、ライゾーと同族なのか、お前。ダブルブレーカー7500の分際で。お前、雨かけていくのか、お前。ドラゴンズサイン。さあ、4マナでさ、ジャスティスプラン。で、ここで一気に畳みかけたいですね。なぜかというと、学ぶ総条件満たしてないので、シールドレイユとかが来たとて、ワンチャンスいけるのかなって思いますけどね。一旦ここはもうガチャンコガチマに置きまして、さ、一応進化戻しましょう、クラウディウス。ワンチャンアルカディアス2枚とかめくった時には、打点になってくれますからね、さ、アルカディアスランドショルト。これ一応リーサルっていう話ね。いや、時は満ちてるけど、時満ちてるけど、まあ、天文の1枚や2枚で結構終わるっていう話ね。さあ、ランドショルト。まあ、2点パンチや。で、次のパンチが食らえば、水文明ブロックされなくなりますので、さあ、一旦ここは2点入りましょう。正義を見よ。正義を見てください。さあ、まあ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 、1枚や2枚はあるでしょう。さあ、ドラゴンズサイン。ロージアとかだったら世界で一番面倒、レイユだけど学ぶ総条件満たしてませんので、これはガチマリンブロックされないんで、もう縦割り得っすね、これは。縦割り得っすね。で、次にディールで、もうブロッカー一気にバウンスすれば、勝てるし、まずアタックされない、ブロックされないで、光単色で、この水の大群クリーチャーたちをですね、まあ処理すること結構不可能に近いと思いますので、さあ、天文を置く。さあ、5マナ。一応、ドラゴンのサインは間に合いますと。まあ、光の呪文は唱えられるからね。はい、天文すら、力で、ねじ伏せることができる。まあ、アルカディアスはシンプルな打点だけですけども。はい、ってことで、対戦、アートショー！さあ、対戦の方、よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、ディール、ディール、ディール、ウル、ガチャンコ、ガチマリンでね、始まったオープニングハンドいってきましょう。さあ、しっかりと挨拶返していきまして、さあ、ジャマーダの参上なんでね。
った。お相手のデッキはドギラゴンかな？なんだ？なんかよくわかんないのが。いたけどもさ、メルセウスベンツなんでさ、ウルを置きまして、エンドしていきましょうか。あ、1マナ、2マナでさ、ミラク。さあ、ミラク置いて、ミラク。ミラクルを超えていく。さあ、トップがアルカディアスなんで、さあ、これはメルセウス置きながら、行きましょう。ガチャンコ、ガチマニン。これ確かさ、あ、そう、破壊される時だから、ワンちゃん、うるせえな。今喋ってるでしょうが、こっちが。挨拶1回でいいのよ、挨拶は1回で。さあ、2マナ。3マナで、さあ、ドラッケン、ドラッケン。ドギラゴンデッキか、やっぱり。赤白ドギラゴンみたいな感じなのかな？でも、ワンチャンス。いや、でもな、これだったらアルカディアスがそんなに刺さるか刺さらないか問題で言うと、多分トリガーはスパーク系統のものが多いと思われますので、あー、でも一旦どう？いやね、これディールも強いから、ちょっとアルカディアスか、多分これディールの方がね、強いと思うんだよな。で、アルカディアスは正直ガチャンコガチョボから出しましょうと、ほらね、持ってくるでしょ？いや、ランドショルド本当に強いんだよな。このカード。でもな、やっぱ6軸なんだね。本当に。6軸はシンプルに強いと思う。ガチで組んだら。だけどやっぱジャガルザーとか、ニューディビジョンに戻してほしいな、ほんと。もうできればニューディビジョン、オールディビジョン、分けない方がね、やっぱデュエルマスターズとしてはやっぱおもろいんだけど、まあしょうがないね。やっぱカードが多くなればなるほど、新規はね、やっぱ分かれてた方が、いや、始めやすいんでね。さあ、行くで、ガチオと。さあ、ドキドキの時間が止まらない！さあ、ガチャンコ、ガチマリン、クラウディス、アルカディス。んで、これで、相当強くない？一応、アーマーかけてもらって、殴ろうか。さあ、精霊をアルカディス。これで一応、相手は火の呪文は唱えられませんけれども、まあ、火の呪文が入ってるか問題としては、まあ、入ってなさそうではありますよと。さあ、ここ2点通していく。で、多分、ドギラゴンが入っているでしょうから、もう、縦0枚の状態にしてはいけませんね。もう縦0にするんだったら、ダイレクトアタックをもう本当に貫通するよと。もうゲーム終わらせるよぐらいのテンション感で殴らないと、革命0で、まあ革命2と革命0で、まあもうね、負けない状態にされてからの無限アタックってのがね、相手の、まあサブウェポンというかね、サブでもないか。サブというには強すぎるウェポンですけども、最強格のウェポン残してますので、まあ、あとはどうなるか。ドラッケン A だけ、ドラッケンアサルトだっけ確か。さあ、13000、アルカディアスを優に超えてくるのやめてもらっていいか。こっちとら SR だぞ。さあ、エンド。だがしかし、ウルスの方。これであれば、一旦ウルス置いて、まずはディールから入りましょう。これね、どうしようかな。6か、さすがに一旦ドラッケン戻して。さあ、ガチャンコ、ガチロボク、いや、ディールか。これちょっと安全に行こうぜ。で、2で、もう全バウンスでいいね。ここで使います、全部。2で、全バウンスして、こっから、いや、これ盤面埋めない方がいい。ここでアルカディアスめくればいいから、まあ、結局、ガチロボめくるんかいと。いや、これね、結構、まずいと思っていて、まあまあ、でも引けなかったから、しょうがないですね、どっちみち。で、これ、盤面埋めちゃうと、ドギラゴンの、ああ、もう、やらかしたね。これ出さない方がよかったよ。これ、ドギラゴンの、無限アタックで死にますけども、まあ、さすがに勝ったと思うけどね。なんかある？はい！ってことで、ありがとうございます。なんかあんの？あ！カウントー！めっちゃある！まずいね！あ、待って、もう結構まずいか。にして、おい、まんで、あ、ランドショルトで行けば勝ってた！ランドショルトで行けば勝ってたって！あの、いけ、あ、でも盤面、あ、でも盤面埋まってないんで、これで盤面埋まってないんで、アクアサーファーで行けます。いやー、革命。いや、でも、3つあったか、鉄拳。いや、でも、しゃあないですね。これはまあ、ランドショルトも勝ってないか。別に。うわ、これ結構まずってない。メラッチ相当見えてたけどね。いや、全然あるよ。全然前世から僕は、前菜食べ始めてるぐらいあるけどね、この勝負。まだ全然わかんない。え、勝って？これないんじゃないじゃん。ミラク、ないね、勝ちです。ありがとうございます。で、ウル。ちょっとね、これ、もう革命鉄拳ないと思うけど、ちょっとアルカディア探しに行くわ。
まあ、ブロックされないんで勝ちだと思うけどね。ドキドキの時間なんですよ。はい、メルセウス、アルカレス、ここで引くんですよ。はい、これでも革命の鉄拳は、でももう3枚使ってるんで、まあ、ほぼほぼこっからね、会える術ないと思いますけどもさ、アルカリアスをここで進化、ギャラクティ・ボルテックスしまして、はい、ディールでダイレクト、アダック対戦、アドシュラー